ターもライダーも手ごわい敵将であった。かの者どもが合わせて7割の玉も支配領域を有していたとしても不思議ではない。キャスター目の武将も品切れと見える。となればあとは城攻めだ。最後の国取りを始めるとしよう。奏者よ、よいか。何か意見があれば聞くが。うむ、我がマスターの了解も得た。ではよいな、将たちよ。今回秦王、その前に一つよろしく。うん、どうしたか連休、天然のくせに妙にかしこまるでない。他の者より三倍不吉ではないか。それはご容赦いただきたい。何しろ昼間ですから。ああ、いえ、そうではなく、秦王、我が不安をお分かりいただきたい。以前、かの領域の周辺を私が偵察した折のこと、強烈な魔力を感じ取りました。あれはまさしく、もったいぶるでない。まさしく、なんだというのだ。我がホームたる太陽の聖剣ガラティーン、その力に近しい膨大な魔力でありました。おそらくは相当に強力なサーバント、それも太陽に由来するものが待ち受けているはず。剣を焼き、技を焼き、全てを焼く強大なものが。どうか進軍にはご注意を。ミスターごと倒されては私たちの立場がありません。まったく、どちらの心配をしているのだ貴様は。まあよい、進言として受け取っておく。恐れ知らずのガワイン卿がそこまで言う相手だ。慎重に対応するぞ、奏者。次は負けぬ。今度こそ半身を取り戻すとしよう。奏者よ、準備は良いか。おまむろに十分注意されたし、なんか戦場には私と同じレベルの聖剣使いがいる模様なーどとガウェインめは言っていたが、胸がたぎるな。太陽を相手にするのはこれで二度目だ。アポロンの輝きとミューズの輝き、どちらが上か今度こそ見せつけてくれよ。臆することなどあるものか。そうであろう、奏者。世の輝きは宮廷の火にも決して劣るまい。
ヴィーナスと来たか。いや否定はせぬが、それはさすがの矢も照れるというか臆するというか。以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ、危うく心臓が止まるところだった。そなたは世をどれだけときめかせれば気が済むのだ。まったく、これでは一刻も早く半身を取り戻さねば身が持たぬ。世の方はほてってしまって、まさにアポロンさえ超える灼熱を生み出しそうだ。まずは奏者、何かがいる。人目がないからと、よくもまあ堂々と。私は計算高い欲深さですが、あなたの爛漫な欲深さには苛立ちを覚えます。血の涙の果てに私が望むものを持ちながら、あなたは無邪気に言い放つ。半身を取り戻す、この私のマスターを。それが聖サーヴァントの余裕というものでしょうか。いいえ、今この時にあってはあなたこそ泥棒猫、私から愛を奪おうとする土下道。いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄幕引き上等。積年の恨みと愚痴のしをつけて叩きつけてやりましょう。それはこちらのセリフだ、キャスター。せっかくの世と奏者の大好きローマシビライゼーションも邪魔してくれたな。おとなしく残りの領域を返すがよい。今ならまだ禁錮刑20年で許してやらんでもない。やれやれ、苛烈なまでのその余裕。ムーンセルに選ばれたのはあなたではないというのに。ま、時にその愚かしさが羨ましくもありますけど、たまもどんなに夢見る良妻に徹しても持ち前の知恵が働いてしまうというか。ま、それはそれ、これはこれ、まさかの快進撃もここで打ち切り、お家断絶。私の尻尾の一振りでちっちゃな帝国なんて吹き飛ばしてみせましょう。貴様こそ覚悟せよ、キャスター。どうあれ共に戦った身、戦いたくはなかったが過言なく。おうさ、望むところです、バカ皇帝。決着を伸ばしたのは私の右上、これよりは無情の羅刹となりましょうや。というか、言うにこと書いて太陽より輝いてるとかもう許せねえ。輝くのは私の尾だけで十分です。二つの太陽がもたらす圧倒的火力と灼熱、その身でたっぷりじっくりお受けなさい。身の程を知れって言うんですよ。それまでどうかご辛抱をおば、囚われのご主人様、もう一人のご主人様。ああ、ダギツネ、ダメだぞ、色目を使うでない。そっくりそのまま返して差し上げます。それでは採用にてお待ち申し上げます。あなたがたどり着ければの話ですけど。招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。
手はず通りに進めよ。セイバー、俺がお前の相手になろう。違うわよ、私が相手よ。ほらほら、こっちこっち。どうも匂うな。サーヴァントの相手は後回しだ。見せてあげる。ふっ、かかりましたね。あなた方ごとこのセクターを封じました。いつまでも衰えない君に送る。名付けてサーバントダイソンです。というわけでざまあご覧なさいまし。今のうちにアグレッサー軍団ゴーです。まずは吸引にかけてみる。こんな罠に引っかかっちゃって。それともあえて私に会いに来たのかしら。まどっちでもいいわ。どうせここでやられるんだし。人待ちきりなのは気になる。今は不安だ。行くぞエリザベート。見事な奏者よ。余は嬉しい。正々堂々迎え撃ちましょう。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。うっそ、絶対に認めないんだから。やはりキャスターの罠か。サーヴァントへの接近は時期尚早だ。いる自陣があるようだぞ。そうして、ここにはプラントがいる。ヤツが倒さなければ制圧はできないぞ。やは多ければ多いほど良い。
領土が広がりましたね。お見事です、しようよ。あんもう味方の被害が大きすぎる。領土を奪われてしまうではないか。便利なものよ。どうやら天運はこちらにあるようですね。この戦い、見えました。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞ、マスター。ふっはっふっはっはっふっふっはっふっやっはっふっはっふっはっ。無礼者、
つは本陣への道が開いた。一気に攻め込め。本当に目障りな方ですね。私も思う。いいね、軽い腰を上げましょう。いらっしゃいまし、哀れな賊ども。私が直接蹴散らしてあげましょう。いい成果を出したようだな。こちらも見ながら。いかん、許しは捨ておけぬ。早く助けに行かねば。大事な助けだ。敵には同情を禁じる。まずはあれを叩き落とそう。はい。ふっ、華麗に決めるぞ。はっ。はっ。ふっ。はっ。切りつける。ふっ。はっ。やっ。ふっ。はっ。ふっ。はっ。はっ。やっ。こちらだ。Thank you.